皆さんこんにちは、北野くちゃんです、ね、本日は、地下鉄の市ヶ谷駅に来ています、ここから、地に存在している、東京理科大学行きたいと思います。東京理科大学は以前葛飾キャンパスでもね紹介していただきましたけど、今回は神楽坂キャンパスの方へ行きたいと思います。基本的には右手に見えている神田川、ね、向こう側に法政大学が見えてますけども、神田川沿いにまっすぐ行く、川沿いのキャンパスを紹介する感じですね。ちょっと左に入っていくところも多いんですけれども、入ったところ、一番地味なところから今回ご紹介したと思うんですけどね、この右手にあるビルですね、一回通り過ぎたんですけどね、後で気がついて戻って、ここだと発見しました。ここが一応15巻アネックスということで、見るとね、企業名が書いてあるんで、訓練会社なのかなっていう気がしますね。学生さんが立ち入るような感じでは、ちょっとないんですけども、ここもキャンパスの一環ということで、ご紹介させていただきました。いきなり最初からマニアックかと思うんですけども、そして左に戻ってきまして、川沿いの一本入った道ですね。ここを普通に校舎が点在しているんで、ご紹介したいと思います。結構細い道なんですけどね、校舎は割と、普通に大きめといいますか、ありまして、一番手前にまず見えていたのはこちらですね。15巻ですね。さっきアネックスありましたけど、こちらが本館ということで、ガラス張りの、ちょっと年季の入ったビルですけれども、こちらに細長いビルが、ありました。ただ古い中にも外壁をね、ちょっと工夫した感じになっている、少しおしゃれな表記にもなっているので、悪くない感じですよね。何目線だって感じですけど、ガラス張りにもなってましたけど、なかなかいい感じですね。なんかこの表通りじゃなくて、なんでこの裏通りに作ったんですかね。違う辺にちょっとわかんないんですけども、この後もですね、裏通りに使われる校舎を紹介することになります。そしてそのまま細い道をどんどん進んでいきますと、こちらに見えてますね。結構特徴的な、綺麗な建物なんですけれども、ここが5号館ですね。科学系研究棟というふうに表示がありました。ちょっと正面から、写真撮りたかったんですけれども、正面で学生さんが何か写真撮影大会だったんで、やめました。どんどん進んでいきたいと思います。その右手に見えているのも校舎なんですけどね、ここちょっと少し密集してる感じがありまして、この校舎と、この白い建物の間、よく見ると、階段があると思うんですけれども、実はちょっと国境斜面になってまして、他に見えたところに校舎が並んでるんですね。なので段差があったこの上に登った反対側からも校舎に入るようになってまして、少しレベルが違ったところで出入り口があるんですね。そしてこの隣にあったのがその11号館ですね。ここがちょっと、なんとなく古い2階建てマンションみたいな感じになってるんですけども、ここも歴史としたキャンパスになってます。11号舎、こんな感じですね。ちょっとやっぱ細長い感じですよね。で細道突き当たりまして、さらにこう左に登っていきたいと思います。ここはですね、見た目より結構な急坂でして、なかなか歩いていくのが大変でした。さっき見た11号館の別館が、こちらに、ありますね。割と坂の途中にある、ちょっと地味な建物なんですけれども、さらに進んでいきますと、ここ少し階段があるので、この階段ちょっと見覚えがあるので、先ほど見た5号館の、階段ですね。さっきのところからずっと登ってくると、ここにたどり着くという感じですね。さらに登っていきますと、5号館の裏手が見えてきました。表と裏、だいぶ違う感じですけどね。このちょっとスペースがあって、木が植えられていて、少しゆとりのある感じが見られますけども、全く違う外観、いい感じですね。そして急坂をもう一回下って、川沿いの道路へ戻ると、この通りもね、結構激しい交通量ですけども、裏に行くと本当に静かなんですよね。そしてこの、川沿いの道、ここを左に行きたいと思います。しばらく、進んで、行くところにあるのが、これ左手の方を見えると思うんですけれども、こちらの1号館ですね。この辺も校舎密集したんですけど、こうやって見ると、
1号館も結構大きいですね。この黒い壁がなんとなくある感じで、とてもかっこいいかなと思いました。そしてこの小道、左道に入っていくとですね、この理科大の校舎がいくつか密集しているところに入るんですけど、大きな空間でしたね。右手に見えているのが7号館です。そして奥に見えているのが6号館、突き当たりのやつですね。そして左にいるのがこれ1号館なんですけど、1号館と6号館が見た通り、渡り廊下で繋がっている感じになりますね。そして小道そのまま進んでいきますと、また校舎が並んでるんですけども、左手に見えているのがちょっと茶色いっぽい感じの建物ですね。こちらが2号館なんですね。なんかパームツリーみたいなのがあったりして、なんかこう、一個一個校舎になんか雰囲気が違うのが、面白いですよね。なんか統一感がいい意味でないですよね。新旧違う感じもあるんですけど、号数はそんなにないんで、こちら3号館ですけどね。これちょっと古い感じですけど、2号館の新しい気もしますし、なんか、この新旧とは関係ない番号があって感じもありますね。そして、理科大、葛飾キャンパスのところでも見ましたけれども、やはりこちらにもありました。理科大ウォーターです。はい、もちろん、買いたいと思います。100円ですね。水は結構安くて、とても美味しいですね。このカラーも、この理科大カラーの、このエンジン色っていうんですか、この感じがとてもいいですね。この狭いスペース、これがちょっと意味をするのかよくわからないんですけども、多分学生さんの掲示板とかそういうもののためにあると思うし、この3号館にもね、食っぽいものがあるらしいんですけども、今回はちょっとどこにあるか分からなかったので、そちらの方に行きませんでした。そして奥のこの白い建物、これも8号館ですね。8号館にも一応かかるという矢印が書いてありましたね。3号館の裏の方を見ますと、ここの辺に小さい中庭がありました。なんかよく分からないオブジェもいたりするんですけども、この辺も少し自然を入れたりして贅沢に作っています。そして8号館の正面はこんな感じですね。白を基調に。黒いラインが入っているような、そんな感じで、これもかっこいいですね。そしてこの中庭、ここで終わりかと思いますが、ここを階段を行って、この細い小道ですね。これを渡っていくと、さらにこの理科大の表記がありました。これ何だろうと思ったんですけどね。よく見ると、この商業ビルの理科大4階から7階、占拠してるんですね。何を使ってるんだろうと思ってちょっと中を拝見させてもらいました。陸上理科大のパンフレットなんかも置いてあってですね、外から来た方にもちょっと PR するようになってはいるんですけれども、一応見たらですね、まあ外向けというよりかは内向けでしたね。事務室会議室とかですね、ここにまさかの図書館もありまして、非常に興味深かったんですが、中には行けなかったんですが、いろいろこういったところに点在して施設になってますね。そしてそのまま抜けていくと、2の通りに渡りまして、これ神楽坂なんですけど、右に行けば、リーダー橋に行けるという感じなんですね。ちょっと戻っていきたいと思います。さっきの学食どんなになったかちょっと一応気になって見てみたんですけれども、この先の方ですが、ここは全然行けそうなない雰囲気でしたね。学生さん以外はちょっと使えないようでしたので断念しました。どんどんルート戻ってますけど、3階をくぐって抜けていくと、通りの向かい側に9号館がありましたね。9号館は最もシンプルな作りの、建物が見えますけど、そしてここは公道なんですよね。普通に一般の方もちろん通っていい公道だと思うんですけども、なんかあったかもこう両側に全部キャンパスがあって、ここは理科大の土地なんですかね。ここは曖昧で分かんなかったです。キャンパス内みたいな雰囲気もガンガンに出てるんですけど、一般が通ってもダメというわけではそうな気もしますし、そして6号館、さっきちょっと見れなかった正面の方をご紹介したいと思います。そして中にあるのは、まあ、ほぼほぼなんとか研究室って感じでずらりと4階までありますが、上に一番ルーフのところに、憩いの場とありまして、ガーデンがあるので、あそこはなんかいつか行ってみたいなって感じですね。そして渡り廊下の下もくぐっていきたいと思います。はい、理科大の建物の文字が見えているのが結構印象的でしたけど、そのふもとにあるのがこちらですね。これが近代科学資料館ということで、
資料館なんで多分一般の方も、まあ、お金払うのか分かんないんですけども入れるはずです。そして、地下にも入り口が、ありまして、こちらが秋山さんの、数学体験館というふうになってますね。残念ながら今日は休館日だったので、どちらも行けませんでしたけれども、なかなかその理数系ならではの資料館という感じで、まあ、税研なんかもね、どんな税研できるんだろうと思うんですけど、とっても興味深いところでしたね。今日はちょっと行けなくて残念です。そして再び川沿いの道へ戻ってきました。基本は川沿いの道沿いにあるんですけどね、だいたいこんな感じで、ほぼほぼ全ての歩行者を見る感じになります。1号館から9号館まで発展、向こう側の方にまた10号館11号館と並んでいる、ちょっと離れ小島のところに感じありましたけどね、こういう感じで点在している理科大の歩行者群でした。1号館が一番大きいようにも見えなくもないですね。通り沿いにあるとなんか迫力ありますよね。今日はこんな感じですね。おさらいですけど、川沿いに右手に市街がありまして、そこを右から左の方に進みつつ、ちょっと脇にそれてぐるっと細長く一周したような、そんな感じのルートでした。最後に通り沿いにもね、自販機あって見たらちゃんと理科大ウォーカー売ってましたね。誰でも買いやすいようになってますので、通りかかったら見てくださいね。改めて、校舎振り返ってみましたけども、もう本当に駅のすぐそば振り返るともう板橋駅が見えてる感じなんで、利便性もとっても高い、大学だなっていうふうにしみじみ思いました。ご覧いただきましてありがとうございました。最後にですね、ここにも入試センターがありましたね。尻尾の端っこにありました。こんな感じでいろいろ大学をまだまだ紹介しておりますので、ぜひまたご覧いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。神楽坂、なかなか人気が多くて外人さんも多いところですけど、いいところでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。